はい、どうも皆さんこんにちは、のりもんです。本日はですね、長崎空港におります。こちらにね、空港のターミナルの方に長崎と書いてあります。で、今日はですね、長崎県内を飛んでみようと思うんですけれども、行き先はですね、山の方に行ってみようと思います。それでは早速テイクオフをやっていきます。ギアップ、ピックアップも上げていきます。こうやって上空に上がっていきますと、大村湾が広く見えてきました。そしてですね、今日の目的地はあちらになります。あの正面の山、雲仙ですね。あちらの方に行ってみようと思います。あ、島原半島ですね。長崎県は海に囲まれてますけれども、島原半島の付け根はくびれがありますね。諫早干拓地もありますけれども、干拓の、防波堤というかですね、それも再現されています。現地はどうなってるんでしょうかね。ここしばらく列車でしか長崎に行ってないので、ここはあんまり見えてなかったですね。そうこうしているうちに、すぐ雲仙を到着ですね。音速を超えて到着。雲仙はですね、昔この茶色くなった雲仙普賢岳ですね、一番てっぺんのところ、ここで、噴火がありまして、火砕流がずっとここ斜面のところ流れてきました。はい、じゃあ回って見るとですね、火砕流があったところは草原になってまして、でいろいろと砂防ダムがたくさん作られたりとかしてですね、いろいろも防災の整備が進んでいるところです。でここの右側のところの草原になっているところですね、ここのところをちょっと駆け上がってみようかなと思います。下に下っていくと
島原の市街地がありますね。あの湧き水がところどころ出たりとかして、綺麗な水が湧いてたりします。砂防ダムがうまく表現されてるんですよ。はい、こう低空高速で進入していきたいと思います。あれですね、ここが砂防ダム。たくさん、まあ実際に作られているものとはちょっと違うんですけど、結構うまいこと表現されてますね。で、ここのところで2つに分かれてるんですよね。そして山をちょっと一周回ってみますね。ここのところ仁田峠っていうところがあって、そこから見る風景がですね、また綺麗ですね。春先なんかは何でしょう、ツツジがいっぱい咲いてたりとかしてですね、とっても綺麗。また下り、さあまた、はい、有明海の方に戻ってきました。行ってみようかな。ああいう感じですね。ちょっと今度ゆっくり行ってみます。この辺の河口近くはですね、水無川、まあ実際はほとんどあんまり水流れてなかったりとかするみたいですけど、この辺の火砕流が起きた近辺には、あの道の駅なんかがあってですね、もう火砕流に埋まってしまったようなお家が保存されています。この辺すごい工事ですよ。もうこういうちっちゃな半島とは思えないぐらい、あの大規模な工事がされてます。で、この辺雲仙の溶岩はすごく粘り気が高いみたいで、普通の噴火ではなかったですね。子供心ながらにすごい自然の脅威が感じました。
ぜひですね、興味がある方は雲仙島原、山の勉強と観光、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。こういった動画面白いと思ってくれた方は、いいねボタンやチャンネル登録などをしてくれたら嬉しいです。次回もマイクロソフトフライトシミュレーターでどこか九州内の地域を飛んでみたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。